1972年欧州共同大法は、イギリスの法律。イギリスの欧州諸友同体への加入を定めた、法律。1972年1月22日、首相エドワード・ヒースと欧州委員会委員長、フランコ・マリア・マルファッティは、ブリュッセルで、加入条約を締結した。同年に、イギリスで制定された1972年欧州。 共同大法により、加入条約は批准され、イギリスは正式に欧州諸共同体に加入した。1972年欧州共同大法は、EC 法とアキコミューのテールをイギリス法に組み入れた。これにより、EC 法は、連合王国議会、並びに1972年以降に設立された、北アイルランド議会、スコットランド議会、 ウェールズ国民議会の制定法に対し効力が発生することになった。このように、1972年欧州共同大法は1970年から1974年までのヒース内閣により制定された法律のうち最も重要なものであり、イギリスの憲法的法規の中でも重要なものであるとされる。実際、 連合王国議会は2003年11月に発表した報告で1972年欧州共同体法をイギリスの憲法を構成する成文法のうち特に基本的なものの一つとしている。制定以降、欧州諸共同体と後の欧州連合の変遷に伴い改正が繰り返され、単一欧州議定書、マーストリヒト条約、アムステルダム条約、ニース条約、 リスボン条約が組み入れられた。2017年7月13日、欧州連合離脱大臣、デイビッド・デイビスは2018年欧州連合法の法案を提出、離脱の日をもって1972年欧州共同大法を廃止することを定めた。その後、欧州連合の決定に基づき離脱の日が2019年4月12日、5月22日、 2019年10月31日、2020年1月31日と3度にわたって延期された。2020年1月31日にイギリスが正式に欧州連合から離脱したことで、1972年欧州共同大法は廃止されたが、2020年欧州連合法に基づき2020年12月31日までの移行期間が設けられ、 EU 法は同日までイギリスにおける効力が維持されることとなった。1972年欧州共同大法は1970年から1974年までのヒース内閣により制定された法律のうち最も重要なものである。写真はヒース1987年撮影。1958年に欧州モロトモ同体が設立されたとき、 イギリスは加入せず、代わりに欧州自由貿易連合に加入したが、すぐに本位し、1961年にアイルランド、デンマーク、ノルウェーと共に EC 加入を申し込んだ。しかし、フランス大統領、シャルルド・ゴールは、イギリスの加入申し込みが、アメリカの影響力拡大のためのトロイアの木馬で、あると考え、拒否権を行使した。 これによりイギリスら4カ国の e c 加入は一旦凍結したが、4カ国は1967年に再び加入を申請。1969年にドゴールが退任して、ジョルジュ・ポンピドゥが大統領に就任すると、フランスは拒否権行使を撤回した。これにより、イギリス首相、エドワード・ヒースと欧州諸友同体の加入交渉が1970年に開始され、 共通農業政策やイギリスと英連邦の関係など論争のある問題もあったものの交渉はまとまり1971年10月には庶民院での長い弁論を経て賛成356票、反対244票で加入が議決された。その後、ヒースは1972年1月22日にブルッセルで加入条約を締結した。 1973年1月1日の条約発行に伴い、イギリスが正式に EC に加入する予定であるが、EC 法をイギリスに取り入れるためには、制定法の立法が必要だったため、ジェフリー・リポンは、加入条約締結のわずか3日後に、欧州共同体法案を提出した。なお、イギリスと同時に、 EC 加入を申請したアイルランドとデンマークは1973年1月1日に EC に加入したが、ノルウェーは1972年の国民投票により加入を拒否した。1972年1月26日、ランカスタ公領大臣ジェフリー・リッポンが欧州共同体法案を庶民院の第一読会に提出した。 1972年2月17日、庶民委員は法案の第二読解において3日間の激しい弁論を経て賛成309票、反対301票で法案を可決した。採決直前、ヒースは演説で10年以上かけてようやく得た協定を破ることは私たちの友人にとって理解できないとし、そうすると世界の金融と貿易に関する議論への 私たちの影響力は破壊され、これらの問題はアメリカ、EC と日本の間で決定されると述べた。その後、審議は法案委員会を経て第3読解に進んだ。第3読解の弁論では野党労働党のマイケル・フット議員が異議を唱え、政府が提出した法案では条約の立法に関する法律上の問題を議論できるものの、 加入条約自体についての議論はできないように仕組まれたため EC 加入の意思決定にあたって議会試験が犠牲にされたと批判した。しかし1972年7月13日の採決では賛成301票、反対284票で法案が可決され、後に貴族院でも可決された。 法案は1972年10月17日に女王の採下を得、翌日にはイギリスの加入条約批准書がイタリア政府に帰宅された。条約の第2条で発行日が1973年1月1日と定められ、法案でも発行日に関する条項が加入日と記載されたため、加入条約と1972年欧州。 共同大法は1973年1月1日に同時に発行。イギリスは欧州諸共同体に正式に加入した。法案を起草したランカスター公領大臣、ジェフリー・リポン、1970年撮影。1972年欧州共同大法の発行に伴い、1951年のパリ条約、ローマ条約、 欧州原子力共同体設立条約、合併条約、欧州共同体予算条約、1972年加入条約がイギリス法に組み入れられ、条約はさらなる立法を立たずに法律効力が生じるとされた。これにより、イギリスは加入条約で定められた条件を満たし、欧州諸共同体に加入することとなった。以降、 法改正に伴い下記の条約がイギリスに適用された。イギリスによる欧州連合関税同盟、共通農業政策、共通漁業政策への参加が定められ、これらの政策はイギリスの国内法に組み入れられた。不足3で廃止される国内法を不足4で改正される国内法を定めた。イギリスの裁判所の見解では、 1972年加入条約と1972年欧州共同大法により EU 法がイギリスの国内法に優先すると定められた。EU 法の優先は EC、EU の基本条約で明示的に定められたことではなく、主に欧州司法裁判所により発展した理論である。いくは国内法が EU 法に優先する場合、 条約の目的が果たされなくなるとして EU 法が国内法に優先するという見解を示したがイギリスなど多くの加盟国の裁判所はこの見解を受け入れていないイギリスの憲法は議会主権に基づいており国際法と国内法の関係にあたっては二元論の立場を取っているすなわち他国との条約は国内の制定法を経由しなければ イギリス法に組み入れられないという立場である。したがって、イギリスにおける EU 法優先は1972年欧州共同体法に基づいているだけであり、同法が廃止されると、国内立法を経ていない EU 法はイギリスに適用されなくなり、1972年欧州共同体法により、EC、EU の組織に委ねられた権力は、イギリスの議会に返還される。 これは、後の2011年欧州連合法第18条で改めて明示された。1974年10月イギリス総選挙において、ハロルド・ウィルソン率いる労働党は与党になった場合、EC に残留すべきか、国民投票で決めると公約した。労働党が選挙で勝利したことで、1975年6月5日に EEC 加盟継続の是非を問う。 国民投票が行われたが、残留が千七百三十七万八千五百八十一票、離脱が八百四十七万七十三票となったため、EC 残留が決定した。ファクターテーム事件の貴族院における審議では、常任上訴貴族のハリッチのブリッジ残赦、ナイジェルブリッジが九百七十二年欧州、共同大法の第二条四項により、イギリスのすべての制定法には、 実質的に EC 法と矛盾する場合 EC 法が優先されるという条項が追加されているという見解を表明した。これがイギリスの伝統的な憲法原則である議会主権に反するという意見が存在する。2016年6月23日のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票によりイギリスの EU 離脱が決定すると 1972年、欧州共同大法が改正あるいは廃止されると予想されるようになった。同年10月、首相オテリーザ・メイは1972年欧州共同大法を廃止して、同法の規定をイギリス法に組み込む大廃止法案の提出を約束した。EU 離脱の日に同法案が発行した後、関連規定はケースバイケースで改正。 または廃止できるようになるとした。2017年7月13日、欧州連合法案は、庶民院に提出された。法案は2018年6月20日に可決され、26日に女王の採下が与えられた。制定時点の2018年欧州連合法では、1972年、欧州共同大法の廃止日時を、イギリスの EU 離脱の日時に定めた。しかし、 イギリス政府は2018年7月にホワイトペーパーを発表し EU 離脱法を改正して欧州共同体法の効力を移行期間の終わりまで延長する意向を示した。ありがとうございます。